どすこい深夜のこっそり食堂です。皆様こんにちは、いや待って、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は前橋はですね曇りでございます。というか曇りなんだけどもね、今日ね時間がまだ6時ということでですね、あるお店に来ていますですね。前橋幸運町にありますですね、今日はちょっと早いですよ、じゃじゃんと歳寿司さんに来ました。いやー、ここのね歳寿司さんはですね、もう本当にね町のお寿司屋さんでも有名店でございます。いやー今日楽しみだな。でね、丸岩寿司さんってあると思うんですよ、千代田町ですね。そこのおやすさんの出身の、ね、修行場所でございます。で向こうがですねちょうど前橋駅になります。で線路がねちょっとここに走ってんだよね、線路がね、おちょっとバイク行っちゃったかなちょうどね線路がここにありますね。いやいいですね。じゃあ今日はですねちょっと早速電話して撮影の許可を受けてますんで、いやそこのねこの歳寿司さんのおやすさんがまた面白いんですよ。あ、ちょっと消毒してね、よしよし、もう実はもう先に入ってたんですけどねこんにちは、あ、失礼します。あ、おやすさんどうも、こっそり食堂でございます。あ、今日よろしくお願いします。すいません、うわおやさん、ネタが美味しそう。うわこれ見てください。はいいですね。今日すごい楽しみにしてきました。ね、もうね、一回前ね、プライベートでもちょっと来たことあるんですけど、ね、いや、おやさんがね、またね、ちょっとね、面白いんです。有名 YouTuber。いや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 、あ、ちょっと今映っちゃってますけど、ちょっと僕が、いいですか？あ、本当ですか？じゃあおやさん、ちょっといいですか？おじゃあおやさん、すいません突然電話しまして。いや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 、じゃあ今日ちょっとよろしくお願いします。じゃあおやさん、すいません最初瓶ビールいただいてよろしいでしょうか。いやいやはい、すいません、はいはい、あれこれおやさん野球のなんか昔野球のなんか応援かなんかやってたんですか。応援、ええ、これ野球俺はすごいしてくれた。あ、それで、そんなに言えてないけど。なるほどね、甲子園組ですよ。あ、本当ですか。いや甲子園一緒に行ったんだっけ。すごい銀色のビールジュース、あ、ありがとうございます。これよくやっちゃうんですよね、マスク取らないでね飲んじゃおうとするんだじゃあ、いただきます。あ、うまい、うわ最高だ、美味しい。山さん、じゃあちょっとお作りなんですけど、ホッキと、倍っていうか粒いいですかね。粒がいいかな。じゃあ粒もらいます。ホッキと粒で。そんな量じゃないもんね。そうです。あ、これ大きい。あ、そうですね。ホッキは1個食べたいです。あ、そう。はい。で粒は半分ぐらい。はい。はい。歳寿司さんのねメニューになりますね。ちょっと値段の確認してくださいね。ね。値段のお値段の確認お願いしますね。結構ねなんか面白いなんかねピザとかシャリピザとかありますよね、面白いでしょ。これ日本酒のメニューですね。あ、僕の恋人赤城山もあるかな。あ、あったあったあれ何出ましたっけ、テレビ出ましたよね、おやすさん。テレビ出ましたよ、うん、あのタモリの笑っていいとも、笑っていいとも何で知ってるの。いや、なんかあそこにそういえばあったなと思って。あ、10年経つよね。12年か。10年は経ってない。あれ、なんで出たんですか。なんでって、だってここから電話があって、はい、あの俺はさ、はい、脱線グルメって聞いてたんだよ。脱線グルメ、寿司蔵。あー、寿司蔵ね。脱線店長って聞いていたら、はいはい、向こう行ったら脱線店長なってたの。脱線店長なんでどうしたのみたいな。ほうほう、わけわかんないで。あ、脱線グルメだと思ったら脱線店長だった。一応内容は脱線、あーはーはーはー、脱線グルメなんですよ。はいはいはい、寿司屋がそんなあのグラタンみたいの作って、はい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 、今までないじゃない。で、面白いからって呼んでんじゃない。俺はなるほどね。ただ生放送じゃないからね。あ、そうですか。あの、なんつったっけ、あの、
収録してね、日曜日の特番で、あれぐらいの俺がね、喋るやばいよ。いや、親さんだってアドリブ聞いちゃうから。聞いちゃったってさ、何言うか分かんねえからさ。あ、ありがとうございます。でこれ粒ね、あ、粒。うわー、美味しそう。つまみ粒です。粒。それは半分だからね。あ、はい、ありがとうございます。それはあんこ。あ、あんこ。あんきもね。あ、そうなんですよ。皆さん、あんきもって皆さん冬だとか思ってるでしょ？違うんですよ。あんきもってね、実は あの夏が旬なんですよ。ね、これ覚えておいてください。いいですね。北海道なんですけどね。あの苫小牧で今ね、はい、上がってるんですよ。あ、そうなんですか。北海道苫小牧。地引き網だって。はあ、はあ、あれで上がっちゃうんですね。あ、そこから取っちゃうから。そうみたいな。いただきます。ちょっとじゃあこれ。これ。ねえ、あん肝です。北海道産のあん肝。いただきます。うわ。うまっ。だんだん居酒屋風になってたんだよ。寿司屋が。あれで美味しい。マロっぽくてね、油がさらっとしてて美味しいです。ビールなくなったの寿司屋がね。でも寿司自体は見てた。粒いただきます。北海粒ですね。うん、うまっ。これホッキね。ホッキ昨日ってボクシング流さなかったでしょ。うまそうだ、ホッキ。いただきます。俺はね、あれで見せた。うん。なるほど。あ、そうやって、プライムビデオしか見られない。すんげえ甘。甘くて、磯の香りがすごいです。こりゃめや。ちょっと、じゃあ赤城山。早速赤城山飲みます。ね、赤城山、今日はね、これも冷やでございます。いただきます、赤城山。うん、おいしい。はあ、やっぱ赤城山うまいわ。早くちょっとスポンサー来ないかな、お話が。じゃあ今日ね、もうこれね、カツオ屋さんとかあってね、ちょっとカツオをちょっといただこうと思います。カツオです、カツオ。いや、カツオ食べたらもうね、最高ですよ。いただきます。うん、うまっ。みょうがと生姜、うわー、口の中が夏ですよ、夏。うまい。おいしいわ。あ、なんですかそれ。これチビグラ。あ、あの何、寿司グラ有名なの。これ小さいバージョン。これだっていっぱい露出してるやつですね。いっぱいのこれはあれですよ、テレビに親さんほら出てねえとかって言ってたけど、出てんじゃないですか。いっぱいなんかずっと今見てるんですけど、皆さん聞いてください。ずっと今ね流れてるんですけど、結構親さん出てますよ。これ寿司グラ、これあれなんですよね。夜こうね、寿司がシャリが余って、それをなんとか活用したいってことで親さん考えて、この寿司をグラタンにしたっていうのをミニサイズ。ちょっと食べてみます。うわ、これは何ですか。イカとかエビとか入ってるのかな。お、エビイカ。うわ、これ、うわ、これうまそうだぞ、これ。あ、香りもいいし。ちょっといただきます。これね、おいしい。なんだろう、これチーズの、このチーズって意外とあのやっぱり乳酸菌なんで酸味があるんですね。で、このシャリとね、ちょうどいい具合に交わってますね。これおいしい。うまっ。皆さんね、ご主人さん来たらね、ぜひこれちょっと食べてみてください。これミニ寿司グラって頼むと頼めるそうです。都市寿司さんの特上をお願いいたしました。このおやさん、ちょっといいですか、ドヤ顔、ちょっとドヤ顔見せてもらっていいですか。メディアにしょっちゅう出てる、メディアにしょっちゅう実は出てる、全然いいですか。あ、どうぞ、はい、お待ちです。うわ、いやー、これバランも作ってる。
ねえ、嬉しいですね。じゃあちょっとね、早速いただいてみましょう。ちょっと俺サムネ撮んなきゃね。いやいやいや、おやさん、これ美味しそう。これまずバランがさ、これちゃんとこれ見て、こういうね、バラン、ちょっと、うわ、あれ、おやさん、これニシン？ニシン、それニシン。これニシン。それがニシン。これはね、うん、大助。大助。うわ、天然のキングサーモン。本当ですか？ただこれ漬けにしてあるから。いやー、うわ、大助だって。知ってます。知ってますよ。あの間違ってきちゃったやつ。あ、時知らずじゃなくて、大助、あのキングサーモンがあの北海道に入ってきちゃうのよ。そう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 。なかなかそれでもね。いや、これ最初ね、ウニ食べちゃうんだよな。ちょっとウニいただきます。いただきます。うまいね。おやつさんのとこはね、あれなんですよ、寿司のサイズちゃんとあの選べますから。あの飲んだ後はね、やっぱりちょっとシャリが小さい時あるじゃないですか。それも全部あの言えます。あの例えば大きくしてくれとか、シャリを小さくしてくれとか言えますんで、あのそれはね、結構お客さんにあの対応してくれます。大助、俺大好きだ。大助いいですか。大助っていうのはキングサーモンね。キングサーモンが北海道のね、間違ってね、入ってくるんですよ、群れでね。いただきます。うまいわ。あのね、やっぱキングサーモンなんで、この味はすごいしっかりしてますね。うん、で甘みとね、この皆さんよく知ってるそのサーモンの、あの脂身ってこうあるじゃないですか。そのどうしてもこのサーモンは美味しいんだけど、その脂身がちょっと嫌だなっていう人のあれをね、ちょっと度外視しちゃうんです。すんげえうまいの。うまい。このサーモン臭くないんですよ。うまいっす。じゃあちょっとニシン珍しいから、ニシン食べようか。ニシン、いただきます。うん、うん、うめえな。皆さん、ニシンなんてさ、函館とか苫小牧行かないと食えんねよね。美味しいわ。なんだろうね、この味。なんか例えようがないんだけど、美味しいなぁ。油になって、これ島エビ、北海道島エビ、これ今出てきたばっかりです。この島エビもね、美味しいんだよ。うまっちょ。甘い、有名なぁ。いやぁ、やっぱりね、この下町のお寿司屋さんっていうのは美味しい。もうこれね、ゆっくりね、ちょっとね、あの行けない女性と一緒に来たい場所ですね。うん、あ、ごめん、姫ちゃん、ごめんね。姫ちゃんと一緒に来ますよ、家族でね。あれは還暦。はい。いやー、ごちそうさまでした。いや、本当ね、美味しいつまみとね、美味しいお寿司、そして親方のべっしゃり、もうこれがね、これはもう。喋りました。はい、もうね、これなんですか、群馬弁だとうまいダンベイツですか、おいしいダンベイツですか、もうちょっと垢抜けて、どんな感じで、どんな感じで、いや、本当に美味しい。言わないですか、おいしいって言うんですか。そうでしょ、そうです。いや、本当ね、美味しいし楽しいし、一人で来てもですね、本当に楽しませる場所だと思います。というわけで、今日も本当にごちそうさまでした。そして撮影のご協力ありがとうございました。いやー、本当美味しかったです。じゃあ次はね、次回は伊豆湖へぷぴ。じゃあまたねー。美味しかったー。